こんにちは、村さんです。今日はですね、最近見たゴジラ映画っていうのがあるんですけど、ゴジラキングオブモンスターズですね、見てきました。で、それが1個と、それから僕が今関わっている山中湖情報創造館という、ね、本の、まあ、本じゃない、図書館なんですけどもね、その図書館の、まあ、利用促進ということもありまして、いくつかこのゴジラの方を紹介してみたいなと思っております。まず最初この映画ですね、キングオブモンスターズ、すごかったです。まあ、ハリウッド製の日本ではないです、まあ、いわゆるハリウッドで作ったゴジラ映画です。モンスターズユニバースというのがあって、第一弾のゴジラっていうのがありました。でその次に、キングコング、ドクロ島の巨神というのがあって、これが第3弾ですね。ゴジラだけじゃないです、キングギドラが出てきます。あ、でもね、キングギドラってキングがつかないんですよ。ギドラという名前で出てきます。で、それとモスラね、それとあとラドン。ラドンはどういうわけか、外国に行くとロダンという名前になってしまいますが、それが出てきます。まあ、どういうお話かというとですね、まあ、その太古の昔、地球を支配していたこの大きな怪獣たち、タイタンっていう、タイタンズと言いますけどね、この怪獣たちに支配されていた地球なんですが、まあ、人間が出てきて、この彼らは、まあ、地中深く眠っていた。それがまあ地球の環境破壊とかいろんな原因で、核実験とかね、そういったいろんな原因で、まあ、目覚めてしまって、その、怪獣同士がですね、誰が王様かというのを決めるという、まあ、言ってみれば怪獣プロレスの、王者決定戦みたいな映画だったかなという気がします。キングギドラすごいです、強いです。しかもゴジラがですね、ネタバレになるな、はい、いいんです、これが。で、まあ、あのパンフレット、この厚さなんですが、実は、特別版ということで、こういうパンフレットも売ってました。2つ買ってました。2つ買っちゃったんですけど、中身はですね、実はほとんど変わりません。よいしょ、取ればいいんだよな、取るの、まあ、もったいないけど、まあ、取ろうか。よいしょ、これね、厚いカバーがあって、これ今豪華なイラストがついてます。で、これだけって、これがついて、じゃあ中身一緒かっていうとですね、これちょっとだけ厚さが違うんですよ。で、よく見るとこっちの、一般のね、通常版に比べて、やっぱりこうゴジラとかギドラとかラドンとか、それのイラスト集が後半たくさんついてます、ね、これだけでもちょっと200円高かったかな、これだけでもいいかなと思います。今劇場公開中なのですが、それが終わったあたりで図書館の資料にして、これも貸し出しができるようにしたいなと思っています。で、これ山中湖情報創造の映画のパンフレットたくさん資料として保存してますので、ね、パンフレットって映画の公開が終わると手に入らないんですよ。本当に公開してる時だけ劇場の売店で売ってるんで、その時に買うしかないんですけど、どうしても映画が見れない、映画見る時間がないっていうのは、時々パンフレットだけ買いに行きます。はい、そんなわけで、山中湖情報創造館のゴジラの、資料なんですが、結構円谷英二さんのことを書いた本とかがあるんですけども、今日はゴジラにちょっと絞ってみたいと思います。まず、こちらですね、はい、ゴジラ写真館第1集、ゴジラファースト、1954から1955です。これね、パッてめぐって
YouTube で見せちゃうこともできないもんですから、まあ、表紙と背表紙だけ。これ何があるかというと、まず初代ゴジラですな。いきなりあの映画のポスターがあります。いいですね。そうですね、映画のポスター、ゴジラのとゴジラの逆襲、それと、怪獣ゴジラ、ゴジラの逆襲ぐらいまでかな。そこまでが、この写真集に収められています。基本的には白黒の写真なんですが、ゴジラのコンセプトの、ね、粘土モデルとか、それから着ぐるみですね、それからイメージカット、あとね、大砲がゴジラを狙っている写真、時々見ますよね。これどこだろう、線路の向こうにゴジラが見える写真とかね、高圧線でバシバシってやるところが、まず前半が、映画ゴジラですね。最初1954年のゴジラの映画です。あ、すごい鉄塔のところがある。あ、皆さんさようならのあの鉄塔のお写真がありますね。で、それがあって、海に抱えるところですかね、というところが前半あって、次にゴジラの逆襲ということで、アンギラスが出てきます。1954年、あれ54年だよね、そうそう、これがすごくてですね、そうなんですよね、最初のゴジラが1954年の、11月3日、これゴジラの日ということで、ゴジラの誕生日ということで、記念日になってるんですけど、それから、翌もう、55年の4月にもうゴジラの逆襲、ゴジラとアンギラスが戦うゴジラの逆襲というのがもう公開されてます。本当に短時間の間でよくこれを作ったなという感じで、この写真集、アンギラスかっこいいな。今回この、ハリウッド版のゴジラ映画には残念ながらアンギラスは出てきてません、また出てくるのかな、出てくると面白いな。結構ね、アンギラスはそもそもゴジラの古文的なところがあるので、いい感じです。このね、撮影の原因なんていうかな、このセットの中にいる怪獣ゴジラとアンギラだけじゃなくて、セットの外でね、こうなじゃれ合ってる雰囲気がなかなかいいですね。アンギラスかっこいいですね。そう、ゴジラの逆襲の時は最後ゴジラは、氷山というか雪山というか、そこの氷で終わってしまうんですよね、という、このゴジラ写真館第1集、それからこちら第2週です、こっちはですね、どこかだ、キングコング対ゴジラですね。来ました、キングコング対ゴジラ。一応ですね、このハリウッド版も、次回作がもう決まっていて、キングコング対ゴジラということで聞いています。正式なタイトルがまだ発表されてないと思うんですが、またタイトルがね、これいいですよね。このキングコング対ゴジラってなってるけどね、ゴジラ対キングコングじゃないですよ。で最初に来る名前の方が、まあ、大体勝つという設定ですね。このあと、モスラ対ゴジラっていうのもあって、モスラが勝つっていう、まあ、そういうパターンのタイトルになってます。ただ気になるのはですね、このゴジラの大きさとキングコングの大きさがね、そもそも合うのかっていうところが、こう原作的なところでね、気になります。というのは、1954年のゴジラって意外と背が低いんです。30メートルぐらい、もうちょっとだったかなぐらいなので、銀座の街中でですね、ビルからちょっと頭が出るぐらいなんですけど、最近のゴジラ100メートル近くあるので、それに対してキングコングが100メートルサイズに育つのかどうかっていうところが気になります。というところで、キングコング対ゴジラの白黒写真が、つぶらやさんがいる、つぶらやさんがゴジラに演技指導している写真も載ってます。
いいですね。で、これ、ね、第2週の方がキングコング対ゴジラとそれからモスラ対ゴジラの写真、集です。まあ言ってみればこれはゴジラアーカイブですよね。本当にゴジラのアーカイブになってます。で、実はモスラがちょっと面白くてですね、最初単独のモスラという映画の中では実際モスラのサイズの想定っていうか設定が200メートル超えてるんですね。で、このモスラ対ゴジラの時のモスラが130メートル、140メートルぐらいのサイズで、実はモスラ後々出てくるんですけど、今回のこのキングオブモンスターもそうなんですが、実はちっちゃくなってるっていうことが言われてます。モスラがね、年々ちっちゃくなっているというのがあってですね、そこはちょっと気になるんですけどね。さすがにね、モスラ対ゴジラでなんでモスラが勝つかっていうと、この130メートルあるっていうね、反応広がると、そういうところがいいかなと思います。なんか6時の鐘が鳴っております。というわけで、山中五条創造館にあるゴジラ写真館第1週第2週、これもね、図書館で借りられますので、ぜひ手に取ってみていただいて、これ借りようかなと思ったらぜひ借りてください。それからこれがまたすごいです。まさにこのゴジラアーカイブというものですね。タイトルゴジラ、東宝特撮未発表資料アーカイブ、プロデューサー田中智之とその時代ということで書いてあります。ちょっと中見てみましょうか。なんかね、相変わらず中見せることはできないんですが、これ、ね、結構分厚いんですよ。こんな本です。で、ここなら見せられるかな。これね、すごく出てこうですね、このこういう風になってます。見えます？こちらで見えます？こちら、こんなふうになってます。で、そもそもこれが、特撮未発表資料なので、僕たちは劇場でというかな、写真はもちろんあります。未発表の写真ですね、撮影現場の写真とか、キングコング対ゴジラをですねというのがあるんですが、それ以上に実はすごいのがですね、いわゆる映画化されなかった企画だけで、あるいはプロットだけで終わってしまった、ゴジラの物語とかシナリオまで言ってですね、プロットだけじゃなくてシナリオまで言ってるものとか、そういうものがたくさん出ています。まあ言ってみれば映画化されなかった作品の、まあなんていうのかな、もう唯一こう公開できる場所といいますかね。前半本当に写真がたくさんあるんですが、もう中がわからないです。こちらのシナリオですね、すごいんですよ。SF 作家の前村拓さんとか三瀬龍さんとか、そうですね、荒牧芳雄さん、わかります？紺碧の艦隊シリーズですよね。荒牧さんが書いたゴジラのシナリオといいますプロットとかあるんですよ、こういうのは。で、最初こんなのがありましたよというので出てきました。また途中で第2部ビオランテですね。すごいな。ビオランテの時は1984年にゴジラが復活した後に、オリジナルのストーリー募集というのがあって、そこで、出てきたタイトルです。で、もともと怪獣っていうのは、爬虫類的なところがすごくあったんですね。キングコングは哺乳類、お猿ですけど、あるいは虫だったりとかします。で、ビオランテがすごいのは植物を怪獣化するっていうところなんですね。植物にゴジラの細胞と人の細胞を融合させて、
ヨランテという化け物を作ってしまうという、ほとんどこれシナリオがほとんどです。でこれ、ね、イメージ膨らませながらねシナリオ読むと楽しいんですよね。そんな感じでこう映像には作品にはならなかったけども、いろんな実は企画があって、その中からあの僕たちが目にしているゴジラ映画がたくさん実は生まれていて、一本のゴジラ映画の、まあ、後ろというか、あるいは、まあ、後ろというのかな、その作られるまでには結構、まあ、獅子類々というと大げさですけども、いろんなシナリオプロットが書かれてはボツになり、書かれてはボツになり、でも、まあ、時々こういう形で未発表資料アーカイブということで出てくるんですね。これ自身はあのいわゆるゴジラシリーズの解説してるものではないです。その生まれなかった、で作られなかったゴジラ映画がの記録なので、こんなのも、ね、あるということを知っていただけると嬉しいかと思います。これも映像放送なんで貸し出しができてます、できます、こちらの好きな方、実際こんな話があるというのをあったんだなっていうのを感じてもらうと嬉しいです。あの余談ですけど、僕が大好きな映画監督で大林信彦さんっていう人がいるんですけど、監督がいるんですけど、大林監督もねどうもゴジラ映画を一本企画したらしいという話を、聞いておりまして、いつかそのプロットというか脚本をどこかで見れたらいいなと思ってます。はい、特撮の DNA という本があります。すごいここ結構ハードカバー、特撮の DNA ハードカバー豪華版、特撮の DNA 10実行委員会編復刊 .com さん出版、表紙こそこうゴジラですけど、これには日本の、まあ、いわゆる昭和特撮といったんですかね、着ぐるみだったりとかミニチュアだったりとか大きな、セットだったりとか、そういった中で日本の特撮映画がどう作られてきたかという、まあ、記録がこの中にギュッと収まっています。まずですね、これも中をお見せするわけにはいかないんですが、まずこの特撮の DNA 展開催に寄せてということで、中野照美義さん、それから大森和樹さん、樋口真嗣さん、もう本当にそうそうたるメンバーが、ご感動寄せています。で、かっこいいな、円谷英一監督がこれモスラの時かな、東京タワーに向かって進むモスラの幼虫のセットの中に円谷監督が立ってます。で、これは本当に日本の特撮映画の、まあ、本当にアーカイブ資料ですよね。ハワイ、マレー沖海戦、太平洋の和紙、透明人間、そしてゴジラ、ゴジラで使われたさまざまな電車の模型なんかもありますね。ゴジラのミニチュア、それから戦車、ゴジラの逆襲のアンギラス、これも本当の特撮ですよね。白婦人の妖連の恋かな。から空の大隊長ラドン、まあ、プテラノドンから取ったラドンっていう名前なんですけどね。この特撮がまたすごくて、まあ、鳥なのでね、こう飛んで風が起きて、その風で瓦屋根が一枚一枚飛んでいくというシーンがあったりとか、それからこう橋ですよね、橋がこう骨組み鉄骨できた橋がこう崩れていく様子とか、それからあと、実は裏話的なところなんですけど、吊っていたワイヤーが切れて、本来降りるべきじゃないところを一気に落ちてしまったみたいなシーンがあって、あのデパートの屋上なんだったりですけど、そこの崩れ方がまた良かったということで、特撮的な失敗なんだけど、映像としては OK プレーだっていうシーンだったりします。あともすごいですよね。地球防衛軍ですね。これはモゲナが出てです。大怪獣バラン。あ、日本誕生という、これ神話もね、
神話ものも結構特撮技術が使われています。特にヤマタノオロチなんか出てくるとキングギドラの元じゃないかと思うんですが、そういった神話から今度一気に SF になったりとかですね、宇宙ロケットとか宇宙ステーションとかに出てきます。それからまた戦争映画も多いですね。あとガス人間第1号、これもまたすごいな。でもすら世界大戦です。妖精ゴラスなんていうのもね、ありましたね。この妖精ゴラスがすごいのが、そのもう大きな災害が起きるんですよね。その地球に衝突するという星が発見されて、でこのままでは地球に衝突してしまう、どうしようっていう時に、ネタバレ言っちゃいけないよな、あるすごい方法でこの衝突を回避するという人類の知恵を映像化した作品です。今もしかしたら僕こういう映画、妖精ゴラスのような映画が必要なんじゃないかなって実は思っていて、例えばね、この間も新潟で大きな地震がありましたけど、地震とか噴火とか台風とか、まあ、そういったものを、そういった自然災害に対して人間がどう立ち向かうかっていう映像もね、最近ちょっと見たいなという気がします。ママタンゴ、これキノコですよね。おいしいのよ、おいしいわよだっけ。海底軍艦5点、5点もすごいですね。はい、モスラ対ゴジラ、あ、ここモスラ対ゴジラあって、ここにモスラのサイズが書いてありますね。いわゆる135メートル設定ですね。大きいなぁ。どのぐらい大きいかというと、モスラの右の羽だけでゴジラが隠れるぐらいです。そのぐらい大きい設定でゴジラと戦ってモスラが勝つという映画でしたね。どこだ、これクラゲみたいです。フランケンシュタインと、地底怪獣バラモン、やっぱり怪獣もの、それから戦争もの、あと宇宙ものですね。その辺が特撮が多いですね。あ、サンダ対ガイラです、フランケンシュタインの怪獣サンダ対ガイラというのが、これが1966年に公開されているんですが、実はこのサンダ対ガイラ、山中湖で撮影しています。ホテルマウント富士がオープンしてまだ3年目ぐらいになるのかな、2年目か3年目ぐらいの時に、いわゆる作戦本部として、このサンダ対ガイラの中に山中湖のシーンが登場しますので、もし何か見る機会があったら、あ、山中湖だっていうのを、ね、探してみてください。で、あ、その怪獣送信劇で、あとはいろいろ、あ、南海の大決闘いいですね。こちらなんですけど、そうそう、このムーンライト、怪獣送信劇に出てきた宇宙船ですね。実物を見たような気がします。どこででしょう。で、この実は、この特撮の DNA10 という、まあ、巡回のね、あの展示会展覧会があったんですけども、なぜそれができたかっていうと、実はNPO 法人アニメ特撮アーカイブ機構っていう団体がありまして、理事長さんがエヴァンゲリオンとかシン・ゴジラと庵野秀明さんなんですが、その団体がっていうのかな、まあ、個人が集め、まあ、保存していたんですけど、こういう特撮で使った、ミニチュアですね、それからマットが、そういったものを、まあ、保存していて、それはもう日本の文化的に貴重な資料であると。ある意味ほっとくとで、それってすごいんですけど、映画を撮り終わる SF、 特にこういう特撮の SF を撮り終わると、そこで作ったミニチュアとか着ぐるみとか、実はこれ産業廃棄物で捨てられてしまうんだそうです、ね。まあ、映画を作る、映画をという製品を作るために、まあ、途中で、まあ、作ったものですよね。中間生成、まあ、いわゆる中間生成物というのは、それはもう廃棄される運命だったそうです。まあ、もちろん着ぐるみとかはまた何度も使ったりとか修復したりとか別の怪獣にしたりとかってことを使いながら、つぶらやプロダクションの中には怪獣倉庫というのがあったそうなんですけど、まあ、それ以外のものは大方捨てられてしまう、あるいはその、まあ、終わったら関係者が引きに開けちゃうとかね、プレゼントするとか。でそんな中で大事にそれを取っていた人がいて、
で捨てずに取っておいた人がいて、ただそれはどうしても個人のコレクションなので、まあ、仮にその方が亡くなってしまったりとか、ご遺族の方がやっぱりこれいらないよねって捨てちゃうことなんてたくさんあるそうです。まあ、それをなんとか集めてちゃんと保存して、次の世代に日本の特撮文化を伝えようという活動をしている、アニメ特撮アーカイブ機構という団体があって、まあ、そのを作るきっかけにもなっているんですね、この特撮の DNA 展というのは。だからこういうものが映画を作り終わったからといって捨ててしまうのではなくて、ただそれをきちんと取って、保存し、ただ保存するだけなんですけど、ね、いい状態で保存し、本当にこう、日本が誇る文化財として、文化資源として、まあ、後世に伝え残していこうということをしていく大事さというのが、ね、あります。本当にそれもいわゆるアーカイブということになっていくんですけどね。ゴジラ対ビオランテの噂すごいな。川北浩一さん、それでは僕たちが思っているよりもこのミニチュアというのは結構大きかったりとかします。まあ、ちっちゃいミニチュアもあるし、あの大きいミニチュアもあるし、で今その日本海大海戦で使ったミカサっていう、まあ、当時の機関戦艦ですねが、保存されていて、それが今福島県の須賀川町にあるということで聞いています。来年その須賀川町に、特撮アーカイブセンターというのが多分できるということで聞いております。まあ、この特撮の DNA に載ってるね、保存されているこれらの、特撮で使った模型とか着ぐるみとか、マット画とかそういったものが、そこに保存されるというふうに聞いてますので、またできたらね、行ってきてこうやってあの感想を述べていきたいなと思っております。後半だいぶ、カラー写真が増えてきます。モスラシリーズのね、これもかっこいいんだよな。しばらくゴジラが作られなかった時にモスラ、モスラ2、モスラ3っていうね、3部作が実はあって、結構あの鎧モスラとかね、虫でガですよ、ガの怪獣なんだけど海底を進むとかね、そういうなんかすごいのがあります。ちょっと面白いのはモスラ2かな、海底の大決戦で、まだ子役だった満島ひかりさんが、ね、出てたりとかするので、あ、そんなのも探してみると面白いですね。モスラでミレニアムか、アメガギラスいいですね。あのゴジラシリーズでちょっとね、いくつか一色作があるんですけど、このゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃、あのいわゆる白目ゴジラですけど、これもちょっと変わった映画ですよね。ゴジラを敵役にして、ギドラとバラゴンとモスラが五国聖女という日本を守る、日本という国を守るということで出てくるやつです。これも実は富士山とか富士の樹海とかね、出てくるんですよね。結構富士山の周辺があの舞台になるゴジラ映画とか怪獣映画が多いので、本当にあの富士山のふもとにこういう特撮ミュージアムがあってもいいんじゃないかと実は思っていたりします。あ、ゴジラ、バッテンメカゴジラ、ゴジラの骨です、ですね。でこのメカゴジラ、キリュウっていうね、あの特性自衛隊、特殊生物自衛隊というのがキリュウというメカゴジラを作るんですけど、これがまたかっこいいですよね。でこの映画が2作続きます。ゴジラ、モスラ、メカゴジラ、時計 SOS でこれ冒頭っていうか、あの冒頭に近いところで、あの亀の怪獣がですね、こうの死骸が打ち上げられるんですけど、この亀が打ち上げられ、亀の怪獣が打ち上げられるというのはちょっとなんかねなんかねみたいなところあります。で一応と日本ではゴジラファイナルウォーズが一応最後、さらばゴジラということで作られたものがありまして、ここからしばらくゴジラが作られず、その後あの新ゴジラが生まれるということになります。あ、面白い、これって後半にグランセイザーとかも出てるんだ、ですね。というわけで結構ずっしり重たいです。
特撮の DNA ハードカバー豪華版、これも山中湖情報登録館にあります。館内で見てももちろんいいですし、利用者登録をして貸し出してお家でゆっくり見るのもいいかと思います。そんなわけで、まだまだ山中湖情報創造館、興味深い本というかね、こう知的好奇心を刺激される本がたくさんありますので、ぜひ足を運んで実際本を手に取って、見ていただけると嬉しいと思います。またこんな形で、ブックトークといいますかね、こんな本がありますという紹介をしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。今日はどうもありがとうございました。バイバイ。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。